というこのザ・ベスト10でもなかなかないような、事態になってしまいましたが、これが何という曲かというと、タンポポ色の飛行船、知らないでしょう、みんな知らないでしょう、大橋照子さんっていう、これラジオタンパーで前やってた、今フリーかな、アナウンサー、美人アナウンサーの方のお歌が、岩本勝彦君、お一人で1位に入ったんですが、なんと、どこを探してもレコードがありません。残念ながら1位はなしということで、もし来週もどうしてもかけてもらいたくて、ハガキをいっぱい出すぞというつもりがあれば、何でもいい、レコードかテープかなんかね、岩本くん送ってくださったらかけられると思います。そういうわけで今週は寂しく1位がなしでありました。あ、テーマが流れたね、気持ちいいね、このコーナーは組織票 OK で、あなたからのリクエストをどんどんお待ちしていますと、タンポポ色の飛行船、知らないでしょう、みんな知らないでしょう、知らないでしょう、みんな知らないでしょう、ひどいね。6月27日放送分です。だらしない声だね。うれーって言ってたらいいと思います。うれーうれーという具合だったんです。それではおもかせ3位に入賞したお祝いに、てるこさんに炭酸の鍋拍子を取ってもらいましょう。うれー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 、なかなかの犠牲ですね。だらしない声やだー。番号は高い夫婦です。今夜ですね、内までやたら受けまして、横浜鶴見区の中村時平くん、あなたに5000円をお送りいたします。それから山川千秋さんのカツラが起こっちゃってかわいそう、田代智博くん、あなたに T シャツあげますね。タイヤの空気を抜きます、これが松本の医者の考えることです。丸山浩一くん、あなたにも T シャツね。それから薄暗いお堂の中で聞いていた大仏様のお話、山形の三沢信義くん、あなたにも T シャツです。てるこさん、夏バテでもして静かにしてくださいという、てるこ黙れというペンネームのあなたにも T シャツをお送りいたします。